平野紫耀主演の映画、ウビラブ。興行収入、好調。しかし、発言が疑惑に火をつけ、ファンの注目が集まる。日本の人気アイドルグループ、キングプリンスへの一員である平野紫耀が主演する映画、ウビラブ。が11月9日から公開され、その成功が続いています。 この映画は現在公開4週目に突入し観客動員数が非常に好調であると報告されています。映画の興行収入ランキングではウィラブが初登場から3週間連続で上位にランクインしその後も海外映画の強力な競合相手にもかかわらず6位に止まっています。これはキングプリンスへの平野紫要が主演する恋愛映画として その人気と成功を証明しています。ところが、平野耀は10日、都内で行われた、ウィラブの舞台挨拶に出席し質問タイムでファンを驚かせる一幕がありました。映画が初恋についての物語であることから、初恋の味は何ですかとの質問が飛び出しました。 他の出演者は皆、イチゴ、と答えましたが、ヒラの仕様だけが真顔で、はちみつ、と答えたのです。このさりげないコメントが、ジャニーズファンの間で大きな反響を呼んでいます。なぜなら、ヒラの仕様は過去に映画、ハニー、で共演した女優のタイラユナとの交際が噂されており、二人の関係についてはしばしば話題になってきました。 具体的な証拠はないものの、インタビューや SNS での発言や行動が匂わせと受け取られ、ファンの間で議論の敵となっていました。そのため、平野耀の、ミツという回答は、多くのファンにとって、初恋イコールミツイコール映画、ハニー、の平介な、との関連性を持つものと受け取られ、SNS 上では熱烈な議論が巻き起こりました。ファンからは、 これだけ騒がれているのに、あえて、蜂蜜を選ぶのはどうかと思う、ファンを怒らせてしまうような発言は避けるべきだ、といった声が多く寄せられました。平野紫耀と平良優奈の交際については定期的に疑惑が浮上しており、もし交際が事実であるならば、二人はバレるかバレないかの狭間で楽しんでいるのかもしれません。 しかし、ファンからすれば、その疑惑を煽るような発言は望ましくないものと受け止められているようです。結論。キングプリンスへの平野市洋が主演する映画、ウビラブ、は公開から4週間が経過した現在でも好調な工業成績を記録しています。 しかし、最近の舞台挨拶での発言が、平野紫耀と平良優奈の交際疑惑に関するファンの感情を揺さぶりました。ファンからは慎重な発言が求められており、今後の彼らの関係に注目が集まるでしょう。